さあということで今回は、一本松駅にやってきました。おすすめスポット第3位と、周辺を紹介したいと思います。それでは行きましょう。さあ向こう側に見えるのがちょうど駅ですけれども、はい、こっち回ってきましたけど何にもないですね。道が綺麗舗装されてる。褒めるね。この辺の駅で一番舗装されてると言われてるところです。うわーでもほんまにないねんけど、でもちょっとなんかね飲みどころがあったりとかちょっとしますから。あれおむすび海老根おむすび専門店。えこんなところに、ちょっとでもなんかあれあれ気になるのに。ほんまですよ。今だってもう12時過ぎぐらいですよ。1時ぐらいか。うわー終了しました。あの大塚にあるボンゴより美味しいって言われて。えボンゴより美味しいちゃうかなって僕はちょっと思ってますけど、ね、そうこれはもうでもちょっとでも年季入ってるからな。ちょっと皆さんぜひ食べに来てね、味をこう教えてください。逆にお願いします。第3位はこちらランラン農産物直売です。人参とかめちゃめちゃ太いやん。大根もそうだもんね。大根と人参だもん。すごいな。抹茶のケーキいただきます。あ、うまっ。あ、すっきりした甘さで、この、小豆がね、いいアクセントになってます。やっぱ卵がうまいんで、だいぶうまいです。うまい。さあ、ではこちらの、ランランって書いてるね。プリンいただきましょう。結構色が、これ、あこれすごい、これ。崩れ落ちそうやん、これ。トロトロやん。うわいただきますね。いただきます。うまい。ほんまめちゃめちゃトロトロ。濃いすごい、飲めるやつやこれ。そう、うん、うまそう。うまい。秒ですわ。秒。早っ。うまい。どう？めっちゃうまい。プリンもね、ちょっと俺の好きな方ね。ねじれてくるんじゃない？もう。いや、ねじれへん。あ、そう。ねじれてんのか。さあということで、一本松駅のおすすめスポット第3位とその周辺を紹介しました。それでは埼玉に遊びに来てね、行きましょう。そうだ埼玉、埼玉チャンネル登録してね。よろしくね。埼玉チャンネル登録してね。よろしくね。埼玉チャンネル登録してね。してね。埼玉チャンネル登録してね。絶対だよ。埼玉チャンネル登録してね。お願いします。申してくれましたかね。いや、申したんじゃないですか。ああ、じゃあ最後1回だけできますか。はい、じゃあ埼玉チャンネル登録してね。登録してね。あ、終わりのしてね出ます。はい、いいですね。